鹿児島市、鹿児島市は、九州の南部に位置する市であり、鹿児島県の県庁所在地でもある。鹿児島湾西岸の島市から桜島を望む、景観がイタリアのナポリから、ベズービオ火山を望む風景に似ていることから、東洋のナポリと称される。鹿児島県中西部に位置する宮崎県、鹿児島県を範囲とする南九州地域の拠点都市で、政治、経済、文化、 交通の中心地。古くから、薩摩藩、九十万国の城下町として栄えてきた。1889年4月1日に、日本で最初に市政を施行した三十一市の一つで、現在は、福岡市、北九州市、熊本市に次ぐ九州第四位の人口を要する。中核市では、船橋市に次いで第二位である。また、国際会議観光都市にも指定されている。 1996年に第一期の中核市に指定された。本市は県人口の約3分の1、約35%が集中している主位都市でもあり、周辺の自治体と鹿児島都市計を構成する。九州新幹線の完全開業により、さらなる発展が期待されるが、もともと鹿児島市は地理的要因により、地域ブロックの拠点として発展してきた側面もあり、 福岡都市圏と短時間で結ばれるようになることで、ストロー効果などのマイナス面も懸念されている。2007年に、鹿児島市が定めた鹿児島都市マスタープランでは、以下のような区分により、地域、地区を定義している。面積は2011年1月1日現在、人口は2015年1月1日現在である。鹿児島市には2011年現在、 町のみが設置されており、町または、町名と表記される。大技は1911年、明治44年までは、西田、新田、塩谷が設置されていたが、西田の大半が、時和町、新田の大半は上新田町、塩谷は、塩谷町、後の甲月町となり、それ以降は設置されていない。周辺の町村を編入した際にも、合併時に、 既存の大技の区域を町に置き換えており、2004年の5町編入の際にもすでに町として設置されていた、群岡1丁目から群岡3丁目を除いた大技は、編入時に大の区域を廃止し、新規に町の区域が設定されている。2014年現在、鹿児島市で最も人口が多い町点は32,691人の吉野町であり、ついで1万人台が、 上福本町、六千人台が下福本町及び、中山町、五千人台が鴨池新町、川上町、春山町となっている。九州の南端部近く、福岡市から南へ約280キロメートル、熊本市から南へ約180キロメートルの場所に位置し、鹿児島県内の薩摩半島の北東部及び桜島全域を市域とする。 鹿児島湾、近郊湾を望み、桜島などに年間約900万人の観光客が訪れる観光都市でもある。平野部の大部分が、商業地域、住宅地域、工業地域に占められ、工作地域はほとんどない。市街地に近い傾斜地や山間部の多くも宅地開発され、団地やニュータウンが数多い。しかし、都市の発展に、 道路開発が追いついておらず、朝夕はいずれの幹線も渋滞が激しい。市街地が南北に細長いこともあって、特に谷山地区や吉野方面からの通勤渋滞がひどく大きな課題となっている。国道1号線の吉野埴良間沿岸部での総雨量が200ミリメートル以上になると通行制限がされる、制限経緯、集中豪雨災害。 平成5年8月豪雨いわゆる8.6豪雨、8.6水害を参照。そのため、同じく並行して通る JR 九州の日報本線も、独自の規定雨量近くに達した場合、運転を見合わせる時がある。地域中心部の対岸、直線距離約4キロメートルに位置する桜島は、1980から90年代に比べればかなり、 鎮静化しているが、2000年以降も、なお活発な火山活動を続けており、市中心部にも、しばしば荒廃する。かつ火山を抱えながら、これだけの人口規模を有する都市は、世界的にも稀である。温暖でタウの太平洋側気候を呈する。年平均気温は、摂氏18度前後で、真夏日が年間80日前後、夏日は、 年間160日前後あるのに対して、冬日は年間数日程度であるが、郊外の丘陵地や山間部では明け方に冷度を下回ることも少なくない。強い冬型の気圧配置となり西回りで寒気が流れ込む時には東、シナ海からの雪雲が入りやすく、雪が降る。積雪はない年が多いが、2011年1月1日には、 過去2番目となる積雪25センチメートルを記録するなど、九州の県庁所在地の中で最南端ながら一度に積もる量は一番多い。しかし、南岸低気圧による降雪は、まずなく、暖かい雨となる。大陸からの寒気の影響を受けやすいために、一時的に平年を5度以上も下回る寒さとなることもある。年間降水量は、 おおむね2000から2500ミ、mm、リメートル前後とタウ。年間日照時間は約1800から2100時間である。なお、鹿児島地方気象台は1993年に上新田町から東群元町へ移転している。近年は温暖化に加え、都市化によるヒートアイランド現象の影響を強く受け、最低気温が急速に上がっている。平年値の上昇率は、 全国観所地点の中でもトップクラスである。鹿児島という名の由来は、野生のカノコ、カゴが多く生息していたからとか、多くのカゴが住んでいたから、火山を意味するカグという言葉から由来した、当初説ある。さらに、神話から来たという説もあり、現在でもどれが正しいか確定していない。しかし、カゴは、崖という意味の古語であり、桜島の四方が崖になっていたので、 透名を、鹿児島、芸島と称するようなり、それが、対岸の神社名、鹿児島神宮として定着し、さらには軍名に拡大したという説が有力である。都市としての始まりは、島津屋第六代当主、島津氏久が、東福寺城、鹿児島市清水町を居城にしたとき、1340年頃、とみられる。1549年、天文18年、 フランシスコザビエルが、現在の地域にあたる場所、ギオンノス町付近に上陸し、日本初のキリスト教伝来の地となる。19世紀の中頃には、ヨーロッパの機械文明を取り入れた研究が進み、第28代当主、島津成明の元修正官、現、証拠修正官事業として、反射炉や溶鉱炉が作られ、日本における近代工業化の発祥の地となり、 近代日本の黎明期、明治維新において、政治家、官僚、軍人等数多くの人物を輩出し、近代日本建設の礎となる。中心市街地は、撮影戦争による攻撃、西南戦争による戦火、第二次世界大戦の鹿児島大空襲と三度も壊滅的打撃をこむったため、城下町としての面影はほとんど残っていない。表中のは、 鹿児島市は、鹿児島市を除くし、は町を示す。その他の色は村である。この府市では1889年、明治22年の市政施行以後の鹿児島市の歴代市長を列記する。鹿児島市と対等合併または編入合併した市町村の市町村長については、当該市町村の記事を参照。2012年12月25日現在、近年まで、 鹿児島市やその周辺で、町といえば、天文館と通じるほど、市内中心部の天文館地区が、絶対的な繁華街であった。これは、鹿児島市が、その時間距離のため北部九州の影響を受けにくった、こと、また平地が極端に少なく、地下も、同規模の都市と比較して割高で、中央資本や、大型ロードサイド店舗の進出が遅かったことなどの、理由による、 しかし、九州新幹線の一部開業を契機とした、鹿児島中央駅周辺地区の一体的、大規模開発や都市計画用としての緩和に伴う、郊外型大型店舗の増加によって、天文館地区以外の商業地も発展してきた。九州新幹線開業による北部九州へのストロー効果は、今のところ限定的であるが、省圏内における、鹿児島中央駅周辺地区や、 郊外大型店舗とのエリア間競争激化している。4の都市と、姉妹都市、友好都市の関係がある。38校、79校、周廃郵便局、無周廃郵便局70局、簡易郵便局32局。鹿児島市は、本州方面から続く鉄道、道路が集結、奄美、沖縄航路へ始発する九州南端の総合交通ターミナルとなっており、 近代においては、県内最大の交通の要衝として発展してきた。これらの背景から、本州北端の青森市と比較されることも多い。特に、鹿児島港は、古くから、対岸の桜島、大隅半島、県内離島及び、沖縄航路のようで、これらが都市の拠点性を高め、発展させた要因でもある。鹿児島市内の通りも参照、鹿児島市を通る。 高規格幹線道路のうち、高速自動車国道は、九州縦貫自動車道鹿児島線、営業路線名、九州自動車道及び、東九州自動車道があり、いずれも高速自動車国道の路線を指定する、性において、鹿児島市が終点に指定されており、国土開発幹線自動車道の終点としては、鹿児島市は最南端となる。東九州自動車道は、 アイラシのカジキ JCT から、鹿児島 IC までの区間は、九州自動車道に重複す。国土交通大臣指定に基づく、高規格幹線道路、一般国道の自動車専用道路は、南九州にしまわり、自動車道、鹿児島道路がある。鹿児島県の県道一覧を参照や、グルメ通りには、薩摩の伝統料理の老舗などの名店が軒を連ねる。 太字は個人、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。